立憲民主党おしどりま子中核派のお仲間だった今回の参院選に立憲民主党の全国比例候補者として立候補しているおしどりま子さんがこのようんですね選対事務局の代表が中核派の活動家であることが明らかになりました井上太郎さんがこういった情報を 明らかにしているんですが、この中核化の活動化については、物騒な情報も流れております。皆様、参院選で投票する際には、国民を危険にさらさず、最低でも国民を守ろうと仕事をする、政治をする候補者や政党に対して、投票を していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました